こういう格好は鎧より軽いから動きやすいっちゃ動きやすいのよね。でもやっぱり鎧は気合が入るから、あっちはあっちでもちろん気に入ってるよ。いらっしゃい。旅支度はシェロちゃんにお任せ。近づいているんですね。はい、この先はさらにミトラフに秘められた魔力を。うわ、なんですか。今の結構揺れたぜ。もしかして近くに魔物でも。あれ、なんだかお店の外が急に騒がしくなったような。シェロー、どうしよう、困った。サラーサさんでしたか。今度はどうしたんですか。お前の店入り口が小さすぎるぞ。せっかく買ったドラゴンが入らない。はい、だからドラゴンを買ったから引っ張ってきたんだけど入らないぞ。どこに置いておけばいい？店の前でいいか？厨房まで運ぶか？ちょっと待ってください。サラーサさん、事の次第を説明してもらってもいいですか？おお、それがな、山で寝てたらドラゴンが襲ってきたんだけど、帰り討ちにしたから持ってきた。一人じゃ食べきれないし、シェロも食うかと思ってさ。食べませんよ。慎んでお断りします。ちぇ。じゃあお前ら食うか、肉。私上手に焼くぞ。え、いや、おいらは遠慮するぜ。お、なんだお前、トカゲか。焼くとうまいよな。お前の非常食か。おい、非常食ってとこは否定しねえのかよ。なんだお前ら面白いな。あのリンさんは私たちの大切な仲間で。お前が持ってるそれ。ミトラフですか。それ、なんだっけな、ほら、あ、洗面器。洗面器。転生器ですね。ミトラフを含めた一部の武器はそう呼ばれることがあるんです。そう、転生機。お前それ覚醒させるのか。強いな、すごいな。まあこいつの腕はそこそこ有名で、まあ私の方が強いけどな。でもお前まだまだもっと強くなるぜ。そういう匂いがする。匂いでそれがわかるんですか。ん、わからないのか。サラーサさん、お店の前にドラゴンを置かれると非常に邪魔なのですが。そっか、そうだな。じゃあ私が食えない分は山に捨ててくる。きっと山の奴らも喜ぶよな。
ちろんです。大喜び間違いなしですよ。だよな。ありがとうシェロ。じゃあな、お前らも洗面器頑張れよ。それに結局洗面器って。でも寝ていたところをドラゴンに襲われて返り討ちにするなんて。まあサラーサさんならそれくらい簡単でしょうね。何せ十天衆のお一人ですし。十天衆ですか。空の脅威とも呼ばれる伝説の気空団でして、一人一人がそれぞれ異なる武器の全空一の使い手なんだそうです。ご存知ないんですか。いやー、あの姉ちゃん、ああ見えてすごいやつだったんだな。ちょっと変わった人ですけど、斧を使わせたら右に出る人はいませんよ。